アッシーオーマの皮目のアップグレードキット。少し前にいろんな車種を皮目で比較してみる動画を出したけど、やっぱり片足測定による誤差というか不確定要素が心に引っかかっていました。なので今回思い切って片足測定用パワメを両足測定にアップグレードするキットを買っちゃいました。これだけで7万くらいしてヤバです。というわけで動作確認のためいろいろ乗り回してたんだけど、そしたらこうなったわけです。使い回しサムネオツ。メカ的な検証のための導入なんだし、競技車じゃないから自分の左右バランスなんて気にする必要なんてないはずなんだけど、見えてしまうと気になっちゃうのが人の差が。世の中知らない方が良いこともある。でもなんとなくで悪すぎって言ったけど、45対55がどの程度悪いのか正直よくわからないです。こういうのはスポーツ科学バイオメカニクス的な領域かと思うけど、今までほとんど興味がなかったし勉強してないから知らないだけかなと思ったんだけど、どうも調べてみるとここら辺諸説あってまだまだ研究途上の話のようです。アーシ個人の左右バランスなんて 99% の人にはどうでもいいはずだから、今回はペダリングの左右バランスの研究動向について調べた結果を共有します。さっきも言った通り、今まであんまり興味のなかったジャンルだからね、あまり深い部分まで見れないけど、逆に初学者にはちょうどいいかもしれません。さてペダリング左右差に関する研究はそれほど歴史は古くなさそうです。例えば90年代のあるレポート。Physiological and biomechanical factors associated with elite endurance cycling performance. では、競技者のペダリング技術を解析するために、特性と思われるペダル型測定器を使用していましたが、片足のみの測定でした。片足に限定した理由は明言されていません。テーマとして左右差を重視していなかったという可能性もありますが、この時代では研究室レベルでも両ペダル分の機材を揃えるのが難しかったと予想できます。2010年くらいになると左右差への言及が増えます。 On the bilateral asymmetry during running and cycling, a review considering leg preference という2010年のレポートでは、過去のいくつかの研究からペダリングの左右差は5から20% あると述べています。この左右差の定義は研究によって微妙に異なるのですが、最も妥当感がある定義は左右の差を左右の平均で割ったものです。例えば45対55なら 55-45 の10を50で割って 0.2、 つまり 20% になります。あなたもギリギリ標準以内って感じかしら。そうだね。もし49対51なら 4%、 48対52なら 8% です。この定義を使うと思ったより大きめの数字になるから注意です。またこのレポートでは出力を上げていくに従い左右差が減少すると述べられていました。ふーんと思いながら読んでたんですが、この内容って後の研究と結構矛盾してるんです。例えば2021年の Effects of exercise intensity on pedal force asymmetry during cycling、このレポートでは21人を対象とした調査で平均だと 10% 弱くらい、最大だと 60% くらいの左右差が確認されています。これは低強度の時の結果ですが、人によってかなり差がありますね。ここまでは先の研究と大きく矛盾しないのですが、このレポートでは運動強度を上げても特に左右差に影響は見られないとの結果でした。またサイクリング経験者と未経験者で大きな傾向の違いが見られないというのも興味深い結果です。このレポートでいうところの経験者は週に10時間以上乗る人なので、競技者かどうかは問いませんが、結構がっつりです。まあ先の研究の強度を上げると左右差が小さくなるってのは、少数の実験っぽかったので、そういう人もいるよね程度の話で全然納得できます。また別のレポートも見てみましょう。No bilateral asymmetry during pedaling in healthy cyclists of different performance levels. という2015年のレポートでは、84名の競技者を対象にした調査をしています。この調査ではなんと、左右差はごくわずかで 2% 以内しかなかったと述べています。ふーん、鍛えると左右差なくなるのかな?と思ったんですが、
このレポートだと評価しているのが出力ではなく、力の時間積分とか最大トルクとかで、微妙に比較しづらいんですよね。このレポートでは他の研究との食い違いを、他の研究で使用しているパワーメーターが左右差を正しく測れていないからだと主張しています。左右差の測定に強いと言われるペダル型パワーメーターを含めてです。このレポートでは市販のパワーメーターで左右差を評価すべきでないとまで言っています。これについては細かい根拠が示されているわけじゃないのですが、こんなことを言われると何も信じられなくなっちゃいますね。あくまで2015年のレポートでの話ってのも注意しとく必要あるわね。また、かなり最近、2024年のA critical review of the methods used to measure, analyze and interpret kinetic asymmetries during cycling. というレポートでも、研究者間で測定方法や解析基準がバラバラなことに苦言を呈しています。で、結局ここまで見ても今のところ左右差はあるのかないのかくらいのレベルで、左右差があるとどうなのか、直すべきなのか、という議論まで到達してないようです。なんか左右差があると気がしやすいとか、パフォーマンスが下がるとか聞いたことはありますが、科学的に明確な根拠は多分ないです。今回見たレポートでも大体はパフォーマンスや怪我への影響はわからないと書かれてました。アーシも何日か調べただけだし、気になるタイトルのレポートでも有料だったりネット非公開だったり見れてないのも多いので、もっと調べたら印象も変わるかもです。またパワメがここ数年でめちゃくちゃ普及したから、一部のメーカーは膨大なデータを持ってるので研究が進みそうな気もするのですが、さっきの市販パワメは左右差を正しく測れてないって話を信じるともう何もわかんないですね。で、あとは個人的な話なのですが、とりあえず測定結果を信じるとして、45対55は前切り正常って感じでしょうか。でも実は前から左が弱い自覚はあって、理由にも心当たりがあるんですよね。昔いろいろあって左足に古傷があるから、多分それをかばって出力が低いんだと思います。別に意識してペダリングすれば49対51くらいにできることも確認済みなんだけど、それを普段からやっても古傷が爆発するだけな予感がします。ちょっといろいろ読みすぎてどの文献かわかんなくなっちゃったんだけど、怪我による左右差は適応とも取れるので必ずしも悪いとは限らないとか書いてありましたしね。そもそも競技者じゃなくてメカ的な検証用に買ったんだから、ペダリングがどうこうって考えるのは目的を見失っていると言えます。でもせっかくこの方面にも興味が出てきたので、もう少し勉強してみようかなと思います。それまで適当なことすると墓穴を掘る可能性があるので、なるべく見ないようにしてほっとくことにします。勉強するのに良い教科書があればぜひ教えてくださいね。終わり。